森島和弘50歳です。今大手のメーカーで管理職をさせていただいてます。年収はサラリーマンで1200万、それ以外で1400万、合計2600万でございます。サラリーマンで、まずその早朝から深夜まで働いて、ストレスがやっぱりものすごくて、定年まで自分の体が持つかどうかっていうのが心配だったことと、あとは45歳の時に、3人目の子供が生まれたんですね。で、自分の定年を過ぎた後にも、学費が、教育費がかかるっていうことが分かったので、サラリーマン以外の収入の道を、探すために副業を始めました。私立の高校に入った場合、年間100万円で、2番目の子供がそうなんですが、薬剤師とか、特殊な職業を選んだ場合、学校6年間で年間200万円ずつだから、そのために1200万貯めておかないといけないっていう状況です。大変です。ウィナーズに入って6ヶ月で、30万円、まず稼ぐことができまして、今現在は入金ベースでだいたい月に60万円ずつ、収入が上がっています。入る前に心配だった、ことっていうのが今完全に払拭できたので、ものすごく今将来に、その子供の将来に楽しみがあります。今実はうちの会社が、副業禁止で顔出しができないで、私もそうなんですが、顔出しできないことが今ものすごいたくさんの人が同じ悩みを抱えています。だけど副業したいっていう人がものすごく多くいるので、私のように、顔出しができないサラリーマンでも、稼ぐことができるっていうことを皆さんに、強くお伝えしたいです。